京都大学大学院生命科学研究科分子情報解析学分野です。今日は当研究グループで行われている研究の概要と最近のトピックをいくつかピックアップして皆さんに紹介したいと思います。私たちの体は細胞からできています。細胞は何からできているかというと、大部分水でできていますが、その他にタンパク質、脂質、核酸、糖、そして塩類からできています。そして細胞が生きていく上で最も大切な役割を果たしているのがこのタンパク質です。私たちの体の細胞にはこのタンパク質が約2万種類あると考えられていまして、それらのすべてが正しい場所で正しい働きをすることによって初めて細胞の命、つまり私たちの命が維持されています。私たちのグループではこのようなタンパク質の形に注目して、それを見て理解することによって、このタンパク質がどのような働きをしているのか、そしてさらには細胞がどのようにして命を維持しているのか、その仕組みを理解する研究を続けています。タンパク質は非常に小さな分子です。その小ささゆえに肉眼や顕微鏡を使っても直接タンパク質を見ることは非常に困難です。皆さん、タンパク質一つどれぐらい大きさかご存知でしょうか。私たちの体を作っている細胞一つはだいたい数十マイクロメートル、つまり1ミリの数十分の1です。タンパク質はこの細胞のさらに1万分の1、1ナノメートル、大きさでいうと1ミリの100万分の1の大きさになります。今このタンパク質一つをこのボール一つに例えたとすると、この細胞一つはこの京都大学のキャンパスの大きさに匹敵します。そしてこの私たちの体は地球をはるかに超えて宇宙の大きさになります。このようにタンパク質は非常に小さな分子ですので、その形を直接目で見たり顕微鏡で見ることは非常に困難です。それはちょうど地球の外からこのキャンパス内に落ちているこの1個のボールを見るくらい難しいことです。私たちのグループではこのようにタンパク質の形やさらにはその細胞の中での働きを明らかにするために、特殊な顕微鏡や分光学的な技術、そしてさらには最新の計算機技術を使ってこの問題に取り組んでいます。それでは引き続きタンパク質の形を見る方法の一つをご紹介します。こちらにあるのが特殊な顕微鏡、原子間力顕微鏡です。この顕微鏡は平らな台の上に載せられた資料の表面を先端の鋭利な針でなぞることによって、その形を画像化して調べるものです。これを用いると、例えば細胞、染色体からそれらを構成しているヌクレオソーム、 DNA やタンパク質一分子といった分子の世界を観察することができますし、あるいは小さなタンパク質分子が高次構造を形成する過程などを明らかにすることができます。また原子間力顕微鏡の大きなメリットの一つとして、タンパク質が働く様子を溶液中でリアルタイムで観察することができるということが挙げられます。今ご覧になっている動画は DNA を切断するタンパク質分子が DNA を実際に切断している様子を溶液中で観察したものです。タンパク質の働いているナノメートルの世界の様子をこんな風に見られるなんてワクワクしますね。このように原子間力顕微鏡を用いることで、細胞内のさまざまな分子の形や動きを実際に見て調べることができます。興味のある方は最近発表したこれらの論文をご覧ください。では次にストレスに関するお話をしましょう。皆さんは日常生活の中でさまざまなストレスにさらされていますね。細胞も実は同じようにストレスにさらされています。細胞が受けるストレスとしては、紫外線、熱、酸素、化学物質、飢餓などがありますが、
細胞はこのようなストレスを受けると、それに対応、適応する力を発揮します。具体的に言うと、細胞がこのようなストレスを受けたとき、核の中での遺伝子の発現が変わり、細胞はそのストレスに適応する力を獲得します。例えば、ストレスに適応するためのタンパク質をより多く発現したり、また逆にストレスから守りたいタンパク質の発現をオフにしたりすることによって、ストレスに適応する能力を持っているのです。私どものグループでは、細胞がこのストレスの中でも特にこの酸素のストレスを受けたときに、この細胞質と核との間のタンパク質の輸送が大きく変わることを突き止めました。もう少し詳しく見てみましょう。すべてのタンパク質はこの細胞質で合成されて自分の働く場所へ運ばれます。遺伝子を調節するタンパク質たちも同じように細胞質で合成されて核の中へ輸送されます。その時に通るのがこの核膜に存在する核膜孔複合体というタンパク質の複合体です。私たちのグループでは、細胞が酸素のストレスを受けた時にこの角膜孔の構造が大きく変化して、タンパク質をより通りにくくするということを明らかにしました。専門的な言葉で言うと、ジ・スルフィド結合という結合をたくさん形成することによって、この穴を通りにくくしているということを明らかにしました。もし興味のある方はこの論文をどうぞご覧ください。先ほどの説明にもあったように、細胞内では数万種類ものタンパク質が働いています。ではそれぞれのタンパク質は細胞内に何個ぐらいあると思いますか？最近の報告によると、1種類のタンパク質につき1細胞内に5万個ほどはあると試算されています。これはあくまで平均的な数値で、例えばたくさんあるタンパク質の場合は1億個以上あるものもあったり、少ないものでは細胞内に数十個しかないというものもあります。ではこの膨大な数のタンパク質で細胞内はどれぐらい混み合っていると思いますか？重さをもとに試算すると、ちょっと乱暴な例えですが、電話ボックスの中に人が 3,4 人入っているぐらいの状態です。ちょっときついと思うかもしれませんが、しかしギネス記録では20人近く入ったこともあるようなので、そういう意味ではまだ余裕があるとも言えますね。ではこの膨大な数のタンパク質は、時と場合に応じて必要なもの同士が集まったり、あるいはその結合が壊れたりすることで秩序だった生命活動を行っています。そうしたタンパク質同士の振る舞いを調べるために、私たちはその構造を制御する生化学的にとても安定の一連のタンパク質群に着目しています。そして原子間力顕微鏡を使ったり、質量分析器やコンピューターシミュレーションを使ったり、あるいは抗体を使ったりして、さまざまな方法で細胞内の構造の維持に重要な働きをしているタンパク質を探す取り組みを進めています。興味のある方はこちらの論文をご覧ください。